はい、どうもヒロです。今回はですね、ヨネゼフトオート5のオンラインを、やっていくんですけど、ちょっとね、マイケル隊長が、諸事情によりできないので、一人でやっていきます。で、一人で、ちょっとね、何やるか全然考えてなかったんで、自分の、なんていうの、マンション?ガレージかな?を、一つずつ、紹介していこうと思います。で、自分のマンションが、マンションが2つあって、ガレージが1つあるんで、1個ずつ紹介していきます。で、今いる1個目なんですけど、マップで言うと、この辺り、ここにあるんですけど。で、これで見るのかな?パートでこういう、ここ。ちょっとここにあるんですけど、何意味?インターネット権利ストの新インテリア高級物件かな。初めて買ったマンションなんですけど、結構高いところ、多分これかな。49万2000ドルっていう2番目に高いところを買いました。じゃあ早速中に入りましょう。まずはね、普通にお部屋の方を紹介しようと思います。こんなマンションに住めたらいいんですけどね。超広い、大きくて、はい、こんな感じ。でもグラセフやってる方は大体、わかると思います。で、ここが前回の強盗の時に使うミッション部屋かな。こんな感じでパソコンが2個。パソコンじゃないか。1個はモニターかな。固定電話だね。で、ここがリビング。ウィスキー用のソファーがあって、テレビがあって、このあれ確かテレビもね見れたはず。あ、座ると見れるかな。あ、座るとテレビを見る、つける、こんな感じ。消す。はい、それで持って、これが望遠鏡。机が、テーブルがあって、キッチンが、こんな感じで、あります。使用感ゼロ。で、まあ、ここは、なんか、ソファーとテーブルがあって、ちょっとここにいけないものが置いてあってね。一応、外も、窓から見れて、ちゃんと動いてるんで、プレイヤーが通ると、見えますね。では、一個下の階で行きましょう。はい、ここが寝室ですね。ベッドに入る。起き上がる。で、こっちが、着替えるところが、クローゼットっていうか、まあ、タンスとかが着替えれます。で、こっちが、お風呂かな?お風呂とトイレがあります。かっこいい。はい。こんな感じだよね、多分。これぐらいかな?ここからも一応窓は見えます。あっちの高層ビルもね、あって。で、まぁ、こんな感じですね。次はガレージの方行きましょう。ここから、ガレージに入る。ガレージはね、10台ガレージはどこも、
あの、なんか内装っていうのかな、内装は同じみたいです。なので、はい、こんな感じです。内装だいぶね、頑張ってお金貯めて車買いました。一応10台ガレージが 3つあるんですけど、3つとも車埋めましたね。これがエンティティ、まあ、知ってますよね大体の人は、うん、一応これが僕の中で一番速い車ですね、うん、でカルボニツァーレ、これがジェスター、これがねコケットで、こっちがコメットでしょ。でこれがボルティック。なんかこれね、サブカラーがね、変えられないっていうバグがあって、変な色ですけど。うん。こんな感じ。これが、スラーノ。電気自動車だったかな？こっちか、電気自動車。これもそうじゃなかったっけ？これ違うか？あ、違うわ。こっちだね。こっちの、ボルテックってやつが、電気自動車。で、これが、この間のアップデートで、新しく出た車っていう車です。そう、あの実写でいうランサーエボリューション X に似てるっていう。本当でも、うん、こんな感じ。でこれがウォーレナー。これはあれですね、日本の旧車の箱スカですね。でこれがねドミネーターっていうね。この間作ったんですけど、ちょっとあのマイケルと強盗用の車ってことにして、あのドミネーターともう一個なんかちょっと名前忘れちゃったけど、四角い形したね、なんかこんなような形のカマロだったかなんか、そんなに似たような車があるんですけど、 それと2台マットブラックで、このクルーマークもつけてね、うん、なんか似たような雰囲気で作りました。そう、なので今度またマイケルと集まれる時に、でもまたね2台で並びようかなと思います。はい、ということで、あと自転車があります。こっちがねロードバイク。そう、今ロードバイク欲しくてね。でこっちが BMX、 これも家にあります。 BMX 色が変えられないのがちょっと残念かな。うん、ということで、一応まあこんな感じかな。1個目のガレージはどうしよう。じゃあですね、多分全部一気に紹介すると時間的にちょっと長くなっちゃうので、ちょっとね、逆に1個だと短いんですけど、まあちょっと今回は短めですが、はい、ちょっとボロボロだ俺の車は。はい、ということでここがね1個目のメインになる、僕のマンションとガレージでした。うん、はい、ということで、まあグラセフやってる方はね、大体もう内装なんかも分かっちゃってると思うんですけど、一人だと本当にね、やることもないけど、まあ、寂しいんで、まあ、こんな感じで、ちょっと、なんて言うんだろう、パート稼ぎじゃないけど、動画休むよりかはいいかなと思ったんで、ちょっと行きました。ということで、もうね、マイケルがいつから参加できるかっていうのはちょっとわかんないんで、もしかしたら、来週も、一人ぼっちかもしれないんですけど、まあ、来週も一人ぼっちだったら、他のガレージやマンションも紹介していこうかなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。